ただいていいですか。はい、あ、はい、なんか梅酒があるんですか。梅酒あります、ね、気になってて失礼します。あ、ごめんなさい。梅酒は3種類ありますので、はい、あ、そうなんですか。ウスパンフルかな。あ、もう今あります。うわー、後で飲もう。じゃあ軽い方がいいですよ、比べて。いや、どっちでもいいです。あ、そうなんですか。捕まってどうやって捕まえるんですか。いや、ひしゃくです。ですよね、ひしゃく。水じゃないと捕まえないと、うん、ですよね、崩れるんですよ。ジェリージェリーやる、うん、そうです。 あと一般で買うにはやっぱさっき言ったようにちょっとめんどくさいんで、こういうクラゲを、はい、あ、めんどくさいんですよ、世話が。海水だ、海水なんで、世話をするのが。で、寿命も3ヶ月ですし。で、はい、ただ人気は、クラゲの人気はすごいあるんで。本当は見た目いいですよね。だからちょっとハードル高い方のために。あ、すみません、ハブシーン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 、こういう場所作って、クラゲ見れる場所っていうか。あ、見て買う人いますよね。なかなかいない。いや、一応販売はしてますけど、おすすめしてないです。これ何を食べるんですか、水クラゲ。プランクトンですか。だから生きたプランクトンをあげるんですけど。お姉ちゃん、あれもお姉ちゃん。生きたプランクトンって目に見えるんですか。あ、見えます、見えます。どんなんですか、生きたプランクトン。これいます？これ見えない。ちょっと見えます。そう。ロマヤド。あ、本当や。すごい。あ、本当や。いるいるいる。それでゴミに入れてもらったんだよね。この生きたプランクトンってどこに売ってるんですか。あ、卵が売ってるんですよ、ペットショップとかに。そうなんですか。それを孵化させてってやらないといけないので。渡りグラス、渡りさんの。あ、クラゲだ。あ、クラゲの模様。すいません。あ、やっぱそうなんですか。あ、これで飲みたいって方、はい、グラス代2円プラス200円でこれで飲むこともできますよ。さっき一軒目行ったんですけど、お店をずっと探してて、うん、7時からやって言われて、7時に行かないといけないですよっつって、うん、混んでるかもしれんしって。この1階には全何も出てないんですよ。あの、出そうと思ってて、今に至るんです。出します。1月1日出すんですか。ただそれすらも出さないでくれっていう方が結構。何種類比べてるんですか。その食いだけで多分数十種類が。あ、そんなにあるんですか。はい、100はいかないと思いますけど。ただやっぱそこういう水槽で買えるやつっていうのはもう限られているし、まあ、あと本当に小指の爪ぐらいの大きさのものもあるし。でもこれがもう親子とかっていうか。そうですね、まあこれがまあ、でまあこれを見ながらダラダラとお酒飲むっていう。クラゲよく刺すってはじゃあこれも刺すんですか。刺します刺します。何ですか。糸のところ糸細い、はい、ここに毒針が仕込まれた細胞が備わってて、で触ると、うん、条件反射みたいなのに毒針がドンって反射されます。逆さクラゲはあれ生態汗だなんですけど、ただ餌がちょっと足りないだけで。あ、なるほど。餌が足りない。切実な、はい、で今こっち持ってきて餌結構あげて大きくしてます。後ろにいるのはウパルパ。これウパルパです。クラゲじゃねえの見える。クラゲじゃないの。ここだと直しかに入れるとオールなんですけど。先月、あ、昨日一昨日まで1000回ガニミュージアム来てところでちょっとクリスマスの生き物展をちょっとやってまして。クラゲ店もありました。あ、クラゲ店も私は。やっぱり田中さんです。はい。